人類史上最もお金持ちとなった人たちトップ10。このリストに名前を連ねるにはどのぐらいお金持ちにならなければならないと思いますか？ビリオンでしょうか、それともトリリオン。こんな遥か上にいる人々っていうのは想像もできないほどお金を持っていて、実際どのくらいあるのかさえわからないなんて人だっているんです。はじめはみんな何もないところからでした。しかし忍耐強くハードワークをこなしていくうちにトップへたどり着いたのです。過去数十年ではほんの数人のみが世界の億万長者ランキングに仲間入りできるほどの膨大な富を築き上げたんですよ。彼らにもできたんですから、私たちもできるって思いませんか？彼らから何か学べることがあるかもしれません。見てみましょう。おっと、その前にチャンネル登録をお願いします。ブライトサイドの面白動画を見逃さないためにも、ぜひ通知ベルをオンにしてください。ナンバー10、ビル・ゲイツ。ゲイツ氏は今現在も活躍中の人物の中では2番目にお金持ちの人物であり、純資産は950億ドルにも上ります。1995年ワシントン州のシアトルで生まれました。学生時代には大学進学適正試験 SAT でほぼ完璧な成績を収め、ハーバード大学で一躍有名人となったほどです。彼はそこで法律を学びましたが、わずか2年後には退学し、彼を夢中にさせたコンピューターの世界へ飛び込むことを決めたのです。友人であるポール・アレン氏と共に、彼はニューメキシコ州のアルバカーキにあるガレージであのマイクロソフト社を立ち上げました。その続きは言うまでもありませんよね。1999年までにはマイクロソフト社の株式価格は一気に高まりました。短期間でしたが、ビル・ゲイツ氏の資産は1000億ドルを超えていたことさえあったのです。現在ゲイツ氏はマイクロソフトの株式のほとんどを売却してしまい、約 1% ほどしか所有しなくなりましたが、その富裕度は少しも変わりません。2014年にはマイクロソフト社の会長を退任し、慈善事業へ自らの富を捧げることを公表しました。妻であるメリンダ・ゲイツ氏は、世界最大の施設団体として最大の慈善団体ビル&メリンダ・ゲイツ財団の会長を務めています。財団を通じて彼らは普遍的効果を持つインフルエンザワクチンの発見、ポリオの根絶、そして認知症とアルツハイマーに関する研究などを支援しています。ナンバー9、ジェフ・ベゾス。彼もまた今日世界で最もリッチな人物の一人です。現在の資産額はおよそ1600億ドル。1994年彼はシアトルにあるガレージでウェブサービス会社アマゾンを設立しました。自社の株を 16% 所有しており、最高経営責任者を務めています。ベゾス氏は1964年にニューメキシコ州のアルバカーキで生まれました。プリンストン大学を卒業後、彼は当時働いていた投資会社で会長の補佐役であるシニアバイスプレジデントとなりました。仕事で常に最高の結果を出し、この時点ですでに高給取りでもありました。しかしベゾス氏はこの時、e コマース事業に将来の可能性を見出していたのです。リスクを恐れずに仕事を辞めてしまうと、1994年に彼はネットで本を売り始めたのです。ガレージに置いたパソコン一つで始まったこの事業こそが、アマゾンの始まりです。ベゾス氏は2億5000万ドルで買収したワシントンポストの所有者でもあり、また有人宇宙飛行を目的とした航空宇宙企業ブルーオリジンを設立した創始者でもあります。ナンバー8、アラン・ルーファス。彼はかの征服王ウィリアム1世の甥であり、軍人として仕えた人物です。彼が死ぬまでに保有していた純資産は180億ドルにも上ります。イングランドにおいて彼は最も裕福な人物であり、また軍人としても盛況でありました。この人物は晩年にはイングランド全体の資産の約 7% も所有していたのです。彼は1040年に生まれ、通称アラン・ザ・レッドの名で知られていました。ルーファスはリッチモンド城を建てた人物であり、現在でも観光することができます。またロンドン、ノルマンディ、ブルターニュにも自身の領地を持っていました。1071年にウィリアム1世が彼に褒美として広大な土地を授けたのです。広大というと、東から西まで 60km、 北から南にかけて 45km にもなる土地で、これはイングランドの大半ともいえ、ルーファスの莫大な資金源の源となったのです。
ナンバー7、ジョン・ D ・ロックフェラー。ロックフェラーは世界的によく知られた慈善家で、3410億ドルの純資産を持っていた彼は、最も裕福な人物の一人でした。1839年のニューヨークに生まれ、巡回セールスマンであった父の息子として、つつましやかに生活していました。若者の頃から、すでに起業家のごとく活動しており、七面鳥やキャンディーを売ったり、奇妙とも思えるビジネスを近隣住人に持ちかけたりしていたのです。1863年、ロックフェラー氏は石油産業への投資を始めました。そして17年後には、スタンダードオイル社の創設者となり、アメリカで使用していた石油の 90% を生成するようになったのです。ビジネスマンとしての彼は、常に単欲に利益を求める人物というイメージでした。しかしロックフェラー氏は退任後、慈善事業へと活動の場を移すようになりました。彼は5億ドル以上を教育、宗教、科学の発展のために寄付しました。ですが、それほどの寄付をしても、ロックフェラー一族は今でもアメリカで最も裕福な家庭の一つであり続けています。ナンバー6、アンドリュー・カーネギー。カーネギー氏はビジネスマンでもあり、事業家でもあり、さらに鉄鋼王とも呼ばれた、資産3720億ドルのアメリカで最も裕福なアメリカ人でした。1835年にスコットランドで生まれ、その後アメリカに移住。カーネギー氏はしばらくの間工場で働いており、その時の収入は1週間で1ドル20セントでした。彼はそれから鉄道事業へ目をつけ、いくつかの鉄道関係の事業を開始しました。そして鉄鋼へとさらにフォーカスを当てていったのです。カーネギー氏は世界最大の鉄鋼会社となったカーネギースチールコーポレーションを創設したのです。彼のビジネスはそれまでのアメリカにおける鉄鋼の生産方法に革命をもたらしました。全国に鉄工場を建設し、より効率的に鉄鋼を製造する技術を開発していったのです。アメリカ国民は彼の慈善的活動と今日のアメリカを形作った功労者であるカーネギー氏を誇りに思っています。ナンバー5、マンサ・ムーサ。マンサ・ムーサは14世紀に西アフリカで起こったマリ帝国の皇帝でした。彼の帝国は当時、金の産出において最大規模を誇っており、金需要を高めることとなりました。これこそがマンサ・ムーサがワンガラ鉱山の主と呼ばれたゆえんです。彼のライフスタイルは金を惜しまず使うでした。彼の様々な伝説の中には、当時経済危機を起こしていたエジプトのメッカへの巡礼話があります。ムーサは友として6万人の従者を連れ、その全てにペルシャ絹で身を覆わせたのです。さらに300頭のラクダを引き、それぞれに 136kg の金を積んだのです。このメッカ巡礼の話は彼の死後も語り継がれました。ムーサが所有していた膨大な量の金、土地、そして物的財産を考えると、彼の資産が結局どのくらいあったのかは正確に計算することはできませんが、ある程度推測されている資産は4150億ドルほどだったのではないかと言われています。ナンバー4、アウグストゥス・カエサル。彼の偉大な叔父であったユリウス・カエサルの死後、アウグストゥス・カエサルはローマを共和国から帝国へと変え、最初のローマ皇帝となりました。絶頂期にはローマ帝国の世界全体における経済生産高は 30% を占めていました。またある期間、彼はエジプト全土の所有者でもあったのです。さらにアウグストゥスはローマ経済の5分の1にも上る4600億ドルもの財産を保有していました。彼はまた軍隊を用いることで帝国を巧みに支配していたのです。そして200年の平和を実現させたローマの平和と呼ばれる法を制定し、ローマ帝国を1500年続かせる礎を築いた人物なのです。ナンバー3、秦宋皇帝。中国で起こった宋王朝は史上最も経済的に強大な力を持った帝国でした。秦宋は北宋の第6代皇帝であり、彼の富は当時の世界において 25% から 30% を占めるほどの規模だったのです。大丈夫、あなたの耳は正常ですよ。当時の中国は世界の経済生産高の 30% を占めていたのです。秦宋によって政府は高度な中央集権化がなされ、まさに世界の経済を支配していた時代でした。気になる秦宋の財は実に30兆ドルを超えると推測されています。
彼は高度なスキルを持った戦略家であり、世界に新たな経済システムと社会制度をもたらした人物でもあるのです。帝国は国民からの税金徴収の効率化と新たに有益な技術を生み出す術に長けていました。秦僧が行った社会制度は、低所得層の国民や失業者の支援、政府主導の低金利融資、低所得者を支配することで租税格差をなくすことを目的としたものでした。ナンバー2、アクバル一世。この人物はインド・ムガル王朝において最も偉大な皇帝でした。アクバル一世はインド全体の総資産のうち 25% を保有していました。現在の資産価値に合わせると21兆ドルとなります。彼の帝国はあのエリザベス朝の帝国よりも裕福であったと言われています。これほどの富こそが彼の強大さでありましたが、実は何も彼自身が生み出したものではないのです。アクバル一世は1542年にインドで生まれました。実はチンギス・ハーンの直系の子孫だったのです。ああ、おそらくアクバル一世の富はここから来ていると思われたかもしれませんが、アクバル一世が生まれた時、彼の父親は帝位を追われて流浪している時であり、食べるにもこと欠く環境だったのです。彼の父親は1555年には復権しましたが、それからすぐに死亡してしまいました。なのでアクバル一世は13歳の時に帝位を継承し統治することになりました。彼は何百人もの家臣からの忠誠を得ることでインド大陸を覆っていくようにその半島を広げていったのです。アクバル一世は軍事指導者として一級の人物であり、冷酷な侵略者として振る舞っていましたが、侵略以外では非常に同情的な人物でした。彼は宗教に寛容で芸術を愛することでよく知られていました。ナンバー1、チンギス・ハーン。チンギス・ハーンは歴史上最も成功した統治者の一人であり、また歴史上最も裕福な人物でもありました。とはいえチンギス・ハーンは金などの物的財産はあまり持ちませんでした。その代わりに彼は領地とした土地から富を集めたのです。彼は1162年から1227年にかけてモンゴル帝国を支配していました。チンギス・ハーンがわずか20歳の時、彼はモンゴルに住む遊牧民族をまとめ上げたのです。その後中央アジアと中国に広がる広大な領地を侵略していきました。彼の子孫もまた帝国の半島を広げるためポーランド、ベトナム、韓国までも征服したのです。モンゴルの侵略は苛烈で無慈悲なものでありましたが、そのようにしてチンギス・ハーンは数百兆ドルもの価値があるとされる歴史上最大の超大国を作り上げることができたのです。あなたはきっと彼はその膨大な財産を持って巨大な宮殿に住んでいたのだろうと思ったでしょう。しかし実際のところ彼は質素な生活を好んでいました。彼は自分自身のために宮殿はおろか寺院や家ですら建てることはなかったのです。そして1227年、彼はまるで一般市民のようにフェルトの布に包まれながら埋葬されたのです。彼らの資産をどうやったらもっと活かせると思いますか？もしあなたの手元に何十億ドルも現れたらどうしますか？ぜひ下のコメント欄で教えてください。この動画を気に入ってもらえたなら、チャンネル登録と動画の高評価をお願いします。ブライトサイドで人生をもっと楽しく。